昔、山に一人で暮らす若者がおりました。働き者でしたが、暮らしは貧しいものでした。寒さも厳しくなり始めたある日のことです。集めた薪を背負い、家路を歩いていると、どこからか物音が聞こえてきました。不思議に思った若者がそちらの方へ行ってみると、罠にかかってもがいている美しい鶴がいました。若者は鶴をかわいそうに思い、罠を外してあげました。よし、もう大丈夫だ。これからは気をつけるんだよ。鶴は挨拶するかのようにひときわ大きく鳴き、空高く飛んでいきました。それから幾日か過ぎた、しんしんと雪の降る夜のことです。はて、こんな夜更けに誰じゃろう。旅の者です。道に迷ってしまって、どうか一晩泊めてください。それは難儀な。さあどうぞ入りなされ。若者は娘に粗末ですが温かい食べ物を食べさせました。外はいつの間にか吹雪となり、次の日もその次の日も続きました。娘は泊めてもらっているお礼にと、ご飯を作ったり掃除や繕い物をしました。一人で寂しかったこの家に、なんだか花が咲いたようでした。若者は娘がずっと家にいてくれたらどんなにいいかと思いました。このまま雪が止まなければいいと願うほどに。やがて雪が止み、空が青く晴れた日、娘が言いました。私をお嫁にしてください。おら貧しい、いい暮らしはさせられねえ。かまいません、あなたのおそばにいたいのです。こうして二人は夫婦になりました。つつましいけれど幸せな暮らしでした。正月も近づいたある日、若者はぽつりとつぶやきました。嫁様も来たことだし、今度の正月はもうちっと晴れやかにしてえな。次の日、娘は若者に言いました。旗を織りたく思いますので、旗場を作ってくださいませんか。若者は心よく引き受け、奥の間に旗場を作りました。娘は旗場へと入るとき、若者に言いました。約束ですよ、私が旗を織っている間、決して中を覗かないでくださいね。その向こうから旗を折る音が聞こえてきます。娘は部屋から出てこようとせず、三日三晩旗を折り続けました。若者は約束通り旗場を覗くことはありませんでした。四日目の朝、娘は旗場から出てきて、折り上がった反物を若者に差し出しました。それは艶やかで美しい反物でした。これを町へ売りに行ってくださいな。娘にそう言われ、若者はその反物を持って町へと出かけました。通りで反物を広げていると、人々が集まってきました。皆その美しさに感心しています。反物はすぐに売れてしまい、若者は家に帰ると嬉しそうにその話をしました。本当にたくさん人が集まってな、すごかったんだ。お正月になりました。お金が入ったおかげで、いつもよりおいしいものを食べ、良い年を迎えることができました。しばらくして娘はまた旗場に入りました。覗かないでくださいね、約束ですよ。娘は
昼も夜も旗を織り続け、5日目の朝、やっと旗場から出てきました。織り上がった反物は一層美しいものでしたが、娘は少しやつれたように見えました。町に出ると噂を聞きつけた呉服屋の主人が高い値段で買ってくれました。これでしばらく食うものには困らねえ。まっことありがたい。今度はもっと高く売れただよ。ほんにお前さんの反物はえれえ評判だよ。それから幾日も経たないうちに、呉服屋の主人が若者を訪ねてきました。あの反物を殿様がとても気に入られてな。この次はもっと高く買うと言っておられる。ところであの反物はどうやっておるのだ？あのような美しさはこれまで見たことがない。それがオラも見たことがねえんです。嫁との約束なもんで。目音でも見られねえと。妙な話だ。若者はそれもそうだと思いましたが、嫁との約束を破れないと見せることも断りました。その晩、娘に殿様が反物を高く買ってくれるという話をしました。もっといい暮らしができるようになるんだぞ。はい、ですが旗を織るのはしばらく休みたいのです。それならもう一度だけな。わかりました。娘は旗場の中へと入っていきました。しかし今日は旗の音が時折途切れます。そういえば嫁さ最近少し痩せたか。若者は急に不安になりました。そして呉服屋の言葉を思い出したのです。目音でも見られねえだ。妙な話だ。そうだ、目音なんだ。少し様子を見るくらい構わないだろう。そこには娘の姿はなく、鶴が旗を折っていたのです。鶴は自分の羽を抜いて反物に折り込んでいました。鶴が。そんな。私はあの時助けていただいた鶴です。恩返しがしたくてここまで参りました。あなたの喜ぶ顔をずっと見ていたかったのですが、正体を知られたからにはここにいることはできません。すまねえ、許してくれ。もう旗折りはしなくていいから。そんな、どこにも行かねえでくれ。さようなら。家の中に娘の姿はありません。慌てて外へ飛び出すと、1羽の鶴が空の彼方に飛んでいくのが見えました。若者は空を見上げ、雪の中でただ立ち尽くすのでした。